一般論として分かりやすくした方がいいのかなっていうのはさあって、まあ、全然できていないっていう形でこのままやってるんだけどさ。そうですね。うん。我々が分かった内容だけを喋ってるわけじゃないんで、俺らは分かってるよ、うん、みんなは分かんないなら教えてあげるよっていう番組じゃないんですよね。うん、そうだね、確かにね。特にこの雑談会は、最近考えたことみたいなのを喋ってるのでまあそういう意味でもそもそもこうまとまってるわけではない、ね、少なくとも俺が喋ってることはね。そうそう、うん、でこの話ちょっともうちょっと続けても大丈夫です？大丈夫ですよ。あの我々も分かんないことを喋ってるっていう内容って一般的には居酒屋トークって言われると思うんですよ。うん、もちろんない話をずっと掛け合い、ね、ただ我々って意外と居酒屋トークって言われないのは不思議だなって思ってたんですよね、実は。めんどくせえ話してるからじゃないの酒に合わないのかそうそう、普通にもうちょっと楽しい話してるじゃん居酒屋トークって。そうか、居酒屋トークと居酒屋トークって言われないのの差はそこにあるのか。うん、取り留めがないっていうところはまあそう共通してるけどね。あ、うん、いや僕割と思ったよりももっと居酒屋トークだなって自分で感じる時があるんですけど、うん、あの引用のハッシュタグで結構皆さん感想をバシバシツイートしてくださってるのを見てもあんまりそういう風に書かれてない、うん、そうなんだって思ったんですよね最近。ああ、なるほどね。きっかけがあって思いついたきっかけというか、そういえば書かれてないって思ったきっかけがあるんですけど、うん、あのタラレバさんとかあのシャープさんとかと一緒にそのツイッタースペースとかをやると瞬時に言われるんですよ、居酒屋トークみたいな。ああ、なるほどね。あ、確かに。でなんかツイッタースペース、まあ別にそのタラレバシャープとかっていうのに限った話じゃないんですけど、結構僕そういう風に呼ばれて何人かで喋ってわちゃわちゃしてる時ってなんか居酒屋トークとか喫茶店で喋ってるのを隣で聞いてる感覚みたいな感想がつくのに、引用の時だけですね、圧倒的に多いのは今日も振り落とされましたっていう感想で、なんかその壁になって聞いてるとか居酒屋で隣にいるとかっていう感想を見ないのが不思議だなと思ってたんですよね、ついこの間。うん、振り落とされましたっていうのはあの感想をねの中で最多かもしれないね、この番組のね。そう、結構ダントツで最多かもしれない。ダントツ、毎週ダントツで。そう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 。あのね、だけどね、喫茶店の隣っていうのはね、たまに書いてくださる方がいるよ。だけど、ああ、そうです。居酒屋とは書かれないね。だからお酒は入ってない感じがするんだろうね、少なくとも。そうなんですね。そうなんだな。うん、うん、いや、まあなんかさ、タラレバさんとか、まあ、シャープさんとかもそうだけど、若干さ、こう、なんていうの、ネタをやろうとする瞬間があるじゃん。シャープわかんないけど、タラレバさんは。いや、でも、あのね、この前、あの、SNS 医療の、SNS スペース、医療話ですかね。医療話、はい、スペースがあったけど、一応シャープさんあれだもんね、一応入ってきた時にここがスペースか、思ったより狭いなって言ってたもんね。そこ拾いましたね。見に来ていただいた方ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。このセリフをね、何回言ってもね覚えられないっていうか、パッと出てこないんだけど。ということで今日は以上です。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございます。